こんにちは。いつもソメネア TV をご視聴いただきありがとうございます。ソメネアのひろこです。ソメネアの松本です、はい、来ましたね。来ました、はい、はい。こちら豆腐百珍、江戸のお豆腐の練習ピーポンなんですが、はい、百品載っているんですね。そうですね、百品ですね、はい、こちらがこれが原本となっております。で、これを元に紐解いていくという企画ですけど、はい、こちらが現代版の豆腐百珍ですね。はい、まあこちら容量とかですね、分数とかですね、煮込みの分数とか、はい、まあ一切書いてないので、ないですね、はい、まあ本当に調子いいっすね。ちょっとなんかパワーがみなぎってきました。なぜですかね。なぜですかね。体が温かい。温まってます。エンジン全開ですね。はい、ということで、ひろこさんには今日何を作るか全く言ってないので、早速ここで、はい、発表したいと思います。はい、何でしょうか。今日はですね、花品。花品ですか。花品の52番、うずみ豆腐です。お、すぐ開きましたか。うず、え、本当ですか。うず、これ2なんだ。あ、そうそうそうですね、うずみ豆腐。じゃあ、行きましょう。花品52番、うずみ豆腐。これでも目次なの。そうですね、目次ですね。あれ、ちょっと待って、こちら。お約束のように。お約束の、おっと、短いですよ。おー、本当だ。じゃあ、恒例の読み上げを。恒例の読み上げます。ちょっと2行なんですが、うずみ豆腐、厚栄はうずむものと同名異様なり。あ、98の雪ゲムシ、懐かしい、雪ゲムシのところを見てねみたいな感じで。見てね。見てね。そんな感じで。ああ、なるほどですね。ご飯。あ、見ちゃいましたね。見ちゃいましたね。ご飯が乗ってた。見ちゃいましたね。まあ、これじゃさすがにちょっとわかんないっすよね。ということで、ちょっとまず、そうですね、まあ、こんな感じの商品、商品っていうかものですね、今回は。すごい作り方はシンプルだと思うんで、うんうん、そんな大変なあれはないとは思うんですけども、うん、まあその中でハプニングを期待しながら、はい、早速作っていきたいかなと思いますんで、じゃあ早速キッチンに行きますか。はい、はい、早速キッチンに来ました。はい、さて、今回は花品52番のうずみ豆腐ということで、今回使う材料はこちらです。はい、さてじゃあ、ひろこさんお願いします。早速、もう大事な大事な、にがり木綿豆腐です。とっても美味しいです。はい、はい、そしてこちらですね。こちらももうそうですね、染めの山、はい、お味噌なんですが、今回は、幻の味噌、米麦合わせですね。米麦合わせですね、本当非常に美味しい味噌ですね。ベストヒラーベストヒラー。あー、ベストセラー、続行中でございます。カタカナがね、カタカナがね、はい、はい、そしてお酒ですね。はい、お酒と、あとご飯。はい、今日はご飯使います。なんかまた美味しそうな、はい、そして、小口ネギですかね。はい、本当はこの目、木の目、あれは売ってなかったんですよね。今日探したんですけど。確かにあれですか、なかなかね。だからこの目の代わりにこちらのネギを使います。以上ですね。そうですね、食材はシンプルですね、はい、道具結構用意したんですけどね、今日、ね、はい、道具だらけなんですね、今日。、はい、ありますね。あります。はい、あります。皆さんご存知、もうここで出しちゃうんですね。何を起こるんでしょうか。はい、じゃあ早速行ってみますか。はい、あのヒントとしては、はい、電学作ったの覚えてますか。電学覚えてますもん、あれは。まさにあの感じです。まず豆腐を、まず豆腐ですね。で、水を切ってっていうところで、はい、あ、はい、豆腐マスターの皆様、お待たせしました。皆さんもご存知の、ちょっとしつこいですけど、この豆腐出演回数かなりありますからね。はい、カッターでできます。はい、こちらで本当に簡単に切れますよね。さーっと、もう何しもしてますか。じゃ、キッチンペーパーで。はい、そうですね。
でそのまま置いておいてもらって、はい、これとこれを使います。そうですよね、味噌とか、はい、フライパンを使って弱火でこうゆっくり酒を入れて練ってもらいます。で出来上がった味噌こっちに入れてください。分量が書いてないですからね、こちらも。お酒と同量でいってみますか。はい、はい、じゃあこれを使ってください。で火をかけながら。でも作り方は豆腐温めるっていうような。そうですね、田楽と途中までは田楽と一緒なんで。いい香りです、お酒と。ああ本当だ。ちょっと味見しますか。しょっぱいっすよ、多分。大丈夫ですか。行ってください。ちょうどいいです。しょっぱいけど美味しい。お、いい味出てますね。以上で、はい、これで。じゃあ以上で、はい、入れてください。美味しそう。じゃああとはさっきの写真の書いてある通り。はい。じゃあ第もう一回第2品といきますね。焼くんですよ。そうです。少し油を。あっと。少し。今見ちゃいました。結構。少し多め。あって。切り本当に簡単にしたやつですね。これですね。はい、ではこのまま。いや、田楽の容量なので。あ、さっきの味噌。塗ってください。あ、そういうことです。田楽の容量って言ったら。塗って、あ、そういうフライパンでってことですね。はい、絶対的に。このまま下に向くってことですね。そうですそうですね。それを求めて、ね、またそうですね。両面。松本さんそれを求めて。松本さんっていうか。横もあれも全体的に多分行きたいですね。はい。フライパンで焼くんで、ちょっと豪快に行きましょう今回は。すごいね。なんか作り方は特に書いてないです。ないです、ないです。書いてないから想像でやるしかない。そうですね。ただ田楽の要領でって書いてあるんで。やっぱ田楽は、ね、あの串を刺してあの。どういうことですか。行ってください。そうだよ、大丈夫。まあこういうことですよね。そうそうそうです。少し弱火で。そうですね、弱火の方がいいと思いますね。あ、いい香りが。この香りをお届けできないのはちょっと。いや、マジいい香りっすね。残念、はい、ぜひ皆さんトライしていただきたい。はい、じゃあこれでひっくり返すやつを出します。しばらく。そうですね、しばらく。これでさ、じっくり焼いていくという。そうですね、焦げ目がさっきの写真みたいな感じで。焦げてます。いい色です。本当ですか。全然見えないですけど。ほら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 。おー、焼けてる。こんな感じで。いい色です ね。そっか。そう、豪快ですね。豪快な感じで。うん、おー、いい色。でも、ね、あれですね。少し中火に行きましょう。こま丁寧に。そうですね。あ、いいっすね、いいっすね。編み出しましたね、ひろこさん。楽しくなってきました。焦げつきました。そうですね。まあ。ああ、味噌も。ちょっと味噌のあの麦が。ああ、確かに麦のいい感じですね。いつものカッコイイは出ないですか。いつものカッコイイは出ないですか。出ないですか。得意な。豆腐が何ちゃら。そうですね。ちょっと今。エンジン温めてます。ひろこさん自身のエンジンを。私この豆腐ちゃんと私言葉が浮かばないので今。今ちょっともう夢中でちょっと待ってください。降りてきてないですか、まだ。これまだ横攻めなんですけど。横攻め。横攻め。縦に行くと結構あれですね。縦はいいんじゃないですかね。危険じゃ、行きます。縦行きたいですよ。行きます、じゃあ。これは崩せないですよ。崩せないですよ。あっち。やばい。こっちに来た。あっち。飛んでますよ。いいですね、この飛び具合。ちょっと。おお。豆腐が。なんかこう。ダンシング。縦に行きます。縦行きます。よし。
お、お、いけたいけた。立ちました。完璧っすね。咲いてみると恐ろしいです。あ、でもいい匂い。いい匂い。いやー、これちょっと、お腹空いてきちゃいますね。いやー、これは確かに。いいですね、この。うん。いいっすね、いいっすね。でもなんか微妙に飛ぶんすよね。飛びますよ。じゃあ両面焼き色ついたら、あー、あー危ないです。うーん、ぐでってなり、今変な形になりましたよ、豆腐が。なりました。おー、もうこれ以上はちょっと厳しいです。そしてこっからの横、おー、おー、おー、のーなんか領域がなんか技師になってきましたね。そろそろ色どうでしょう、先生。焦げ目をつけたいですね、もっとはっきりと。ちょっとバトンタッチ、はい、バトンタッチ来ました。あげました。ちょ、しばらく待ちますか、焦げ目がつくまで。あ、でもめっちゃいい匂いですね。うん、すごいいい香りです。これなんか普通にこれだけでなんかご飯の上に乗せてもいけそうじゃないですか。ですよね。じゃあ最後これ今焼いてる麺が上に来るように。それでも、はい、もう OK ですね。器に乗っけてもらっていいですか。お願いします。あ、いい香り。めっちゃいい匂いですね。これはもう、いい感じで焼けた。じゃあこのまま、はい、このまま乗っけてください、ここに。これはいい。あら、あら、ちょっと待って、ちょっと待って、大変、ちょっと待って、はい、いや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 、あ、ダメダメダメ、あー、おー、おー、できた、おー、できた、できた、ちょっと拍手ですね。なんとか、はい、さあ、ここからさて、美味しそうですが、すでに。で、あとはご飯を乗っけるんですけれども、はい、江戸時代には温める方法として、まあ、炊きたてのご飯でできるんであればいいんですけども、これをお湯で温めるって書いてあるんですよ、現代版に。お湯で温める、はい、ということで、お粥を作るみたいな感じで温めてみようかなと。ここにこれ今日冷えたご飯なんですけども、これをこの中に入れて、お湯通しするみたいな。そうですね、お湯バーって入れて、なんかリゾットとか雑炊みたいな感じですかね。でも湯で温めるって書いてあるっていうことは、あったかいご飯よりもこっちでやった方がいいっていうことですよね、多分。お茶漬け的な、なんかそんなイメージですね。ちょっと手間の小腹が空いて、酒の後の締めだから、そっかそっか、簡単だから、家で残ったご飯でっていうようなイメージでしょうね、江戸時代。冷やご飯で、冷やご飯でもできますっていう。確かにこの温め方、なんかご飯お腹に優しそうっすね、うん、すごいっすね、やっぱりさすが。もうサッとでいいんですね。サッとで本当に温まるぐらいに、うん、いいですね。で、水はちゃんとよく切った方がいいって書いてあります。書いてないですけど。切った方が多分いい。味がね、はい、薄まっちゃうと思うんで。いやー、役に立ちますね、これ。一番役立ってるよ。役に立ちますね。はい。はい。じゃあもうあと本当に盛り付けだけです。はい、できました。では、じゃあ先ほどの感じで。はい、あ、いいですね、ほかほかの。おー、確かにすごい。あ、なんか、おご飯が立ってるんですね、一本一本。なんか、すげえ。そして、ご飯が下、上にご飯乗せるってことか。これは、現代で。おー、なんかいい感じですね。近い近い、めっちゃ近い、これ。はい、できました。はいはい、花品52番うずみ豆腐完成でーす。はい、出来上がりました。いい香りですね。もう早速試食いきましょう。結構なんかしっかりしてますよ。なんでしょう、この感じ。閉まった感じが。閉まるんですかね。ね。では、いただきまーす。おー。最初の一口がいつも感動です。ですよね。いただきまーす。うん？なんだこの。なんだこの。なんだろう、このあの、まろやかっていうか、ちょっと、やっぱ違いますね。うん、食べてみてわかる。なんだこれ。
想像絶する、うんうん、想像絶するそのなんか味となんか食感まろやか、まろやかですね。味噌がもっとトゲトゲしいかなと思ったんですけど、あ、美味しい。なんか食感がちょっと変わってます、うん、なんだろう、チーズみたいな、わかります、この豆腐がなんかすごいですね。そう、豆腐じゃなくなんか別物に変化してるんですよ、うん、っていうかすげえまろやか、わかります、まろやかな食感ですね。チーズと豆腐の中間みたいな、うん、え、なんで普通に、ね、え、なんでお味噌が水分が出るからあかな、うん、美味しい美味しい。あ、これでも1個食べれちゃいますねいけますね、美味しい美味しい。じわじわ来る美味しさだな、これなんか確かにお酒合いそうだな、うん、また新たな江戸の味を知った感じです、うん、豆腐確かに滑らか、食感が滑らかなんだよな、うん、いつものにがりもんめんじゃないですよ、なんかもう、うん、なんですかね、また魔法にかけられた江戸の人のうん、うずみ豆腐っていうこのうずみがなんか埋もれるとかそういう意味らしいです。だからご飯、豆腐がご飯で埋もれるっていう意味らしいです。はい、それでうずみ豆腐らしいです。でもっとご飯かけていい、かけてもいいと思います。お、ひろこさん正解ですよ。不思議に酒の不思議に、はい、つまみにもなるんですよ、うん、これ正解です。正解です魔法にかけられたってことだね。かけられたって正解です。あー、また美味しかった。いやー、美味しいっすね。はい、今日ももちろん大成功です。大成功でーす。花品の52番うずみ豆腐、ありがとうございました。